さあ今回は、まあ、監督がいろんな球団で変わりましたね、はい、まあ、我々は一番身近では阪神タイガース、矢野監督が4年やって、まあ、岡田監督に変わると、うん、まあ、我々ね4年間、まあ、矢野監督のことも厳しいことも言ったりしましたけど、はい、まあ、でもここで1回ね矢野監督4年間お疲れ様でしたということをね言っときたいですね。いや、もう本当に一生懸命、はい、お疲れ様でした。まあ、あのチームとしてはもうずっとね A クラスで行ってくれたわけだから、うん、やっぱキャッチ上がりだけにね、うん、あのしっかりした自分の持論を持った中でね、うん、選手権をしたと思うんで、我々評論家は好きなら言いますけど、うん、ね、そう、やっぱりね、あの理想で喋るけども内情がはっきり見えない中でしか僕ら喋れないんで、そうですね、コロナで余計ね、うん、そうそう、あの試合前も現場に降りていけない、はい、情報がないからね、情報は取れないです。でもね、うん、あればなんかそれで我々同じ現場にいたから、はい、分かるのもあるんだけどね、まあ、だからそういうのはまあ一応我々覗いてその中で自分たちの見える範囲でまあ喋るとそうですね、いう中で、まあね、矢野君も何言ってんだろうって思ったこともあるだろうけども、これ我々も仕事なんでね、ちょっと辛口な、辛口の、どうしても辛口になっちゃった、はい、まあ期待が大きいだけに、はい、やっぱり辛口になりましたね。そうですね、はい、そしてまあ今度岡田になるんですけども、はい、皆さんあの来てませんね、依頼は工事の、あ、来てんの、なんですか、いやいやなんかあれ、いやいやいや、それはないと思います。なんか中途半端なこと言ってる。もうあのピッチング関係はちゃんとあのもう若手が育ってますから、あのピッチングコーチは。そうなの、はい、若い奴らがしっかりと岡田さんの方が年齢的には全然下です。下です。60今年だから5か、今年5になると思っている。そうそう、11歳ダウジャン結構喋ってるね。だから僕はまああのうちの長男がもう岡田さんの喋りが面白い面白いで、後で岡田特集みたいなのやろうかってやったら24回分あったかな、岡田だけで。いや、それは面白いと思う。面白い、うん、で、まあだからそれのおかげで、まあ、彼の考えてる野球って大体見えてるから、案外一言で言ったらどんな野球ですか。やっぱり自分の持ってる戦力をどうやって生かすか、そういうことをいつも考えて、それと相手のやることをやる、そういうことをまあついていくっていうことで、あの彼は将棋もあの公認のなんか三段かなんかでしょ、あのそういう将棋協会から実際それもらってる、こういう作戦面、あれかなり深く考える。いや、それあのブランコに乗って子供時代にそういう野球のことを考えてたって言って、檻の中の虎っていう本に書いてありましたけど、いろいろこの前言ってたかな、甲子園球場9月の13日かな、はい、あの一緒にたまたまだけど、あの別に出くわせよ、あのキッチンルームで一緒になって本やってて話して一言言ったのは、勝ちたかったらお前が監督したのが面白いなと言ったら、見事だったけど、やっぱ彼の場合は戦術戦略を含めて、ね、これで徹底して細かいところをね、もう追求してね、うん、そのコーチに浸透させる、はいはい、だからコーチがついてこなかったら大変な部分もあるし、かなりのものを過去やってきてるんで、まあだからあの昔というかの監督っていうのはあれがあのタイプが普通ですよね。そうそうそう、あのタイプが普通なんで、うん、だから周りが気を使う、うん、だけど最近見てると意外と優しい監督が多くて、監督がいろいろなところに気を使いすぎるっていうね。そう、うん、そういうのが逆に見てるとこれでいいのかなって感じることがあったんですよね。いや、もうまさにその通りで、うん、それやって流してしまうんです。そうね、選手に美味しいこと言い出したり厳しいこと言われてニュアンスを変えると言葉が変わるでしょ、うん、だから表現として変わると全部受け止めると変わるから、やっぱり一つの一本化というかね、うん、の形で伝達できるようなね、そうね、必要になってきますよね。あ、だから参謀はじゃあどうなんですかね。参謀は今言われてるのでは、ヘッドが、ヘッドが自分からところの平田、あ、平田上がってくるんですね。まあだからなんか聞くところによると、あのフロントの人たちの中には平田監督っていうのも期待があったみたいですけどね、うん、まあだけどやっぱり勝ちていきたいっていう厳しい部分を持ってるっていう、より厳しいものを持ってる監督にしたなっていうところじゃないですかね。それで1、2軍の監督で和田を持ってくるんですかというふうには違うと、はい、なんか情報というかね、ただこれからどんどん変わっていくでしょうかね。発表はされてないでしょうけど、そうですね、もしかすると今日僕発表してくれるのかなと思って、
今日はあれじゃないですか、戦力外の方が忙しいんだよね。10月3日から今日から始まるんで、電話になるとそのパターン結構いいよね。選手はそれ気にね、気になりますよね、うん、まあでもあの戦力でだったらやれるっていうのはこのトークしてる中では何度も言ってたんで、はい、まあ普通は1年目はちょっと様子見っていう監督が多いけども、タイガースに限ってはもう来年勝負、そういう気持ちでファンの人たちは見ていただいていいんじゃないかなという、ね、気がしてますね。あとはどこですか、監督が変わる球団ですか。広島だから全くね、佐藤監督にあとご苦労様ですということと同時に、カープはどっちかというと OB がもうほぼほぼだから、だから巨人みたいなところですね、うん、だから名前が仮に出るならば、で尾形監督、うん、そして新井さん、はい、でダークホース的というか広島出身でもある金本前監督ね、阪神ので、まあ、野村健二郎 ね監督もないとは限らないしね、あだからちょっと予想はできない、できないというか、黒田はないの、なんかないみたい、ないね、やっぱりアメリカでね長いこと向こうに住んでるんですよね、多分ね、あそうか、あそうか、ということは今の4人の後ろ誰かかな、現実的には。だから、まあ、新井さんはね、どちらかというと、まだ経験ないですよね、経験がないから、うん、確実に将来はする監督するんであれば、やっぱり2軍からやってもらいたい、ね。このタイミングで1回戻っといてもいいんじゃないですか。だから、佐藤監督もそうでしょ、うん、2軍コーチから始めてね、いろいろ、それまで結構お断りしてた中で、うん、やっぱり自分出番ということで、2軍コーチから1軍監督でしょ。うん、だから、やっぱりある程度の方、どうかね。というかね、そういうのはあるんでね。今年結局まあ言ったら息切れしたみたいな感じの、うん、ペナントレースになりましたけど、OB としてみたらどうなのかな、戦力的なもの。やっぱりね、軸になる選手を早めにできれば一番理想だけどね、うん、全体的な身体能力高い選手でこうそれぞれの役割がね、うん、できる選手多いんだけど、はい、あくまで未知数だから、どこまでそれをまとめきれるか、はいはいはい、でカープの形のものを作れるか、うん、このあたりですよね。だから菊池なんかでも 1,2 番で打ってるとき田中と菊池が打って、はい、足も絡めたでしょ、はいはいはい、ところがもう菊池が足が落ちてきて、うん、守備はもう絶対的なもの、うん、でバッティングもどちらかというと1年間のプルに働けないような、ね、そうか、途中ちょっと変わったりしてましたね、上本が出たらね、ちょっと心配材料も多いしね、うん、あそうか、うん、まさにこう過渡期というか、あとフリーエージェントで西川とね、あ出ていく可能性もある、西川が今の現状出ていったら大変なことになった、仕事終わっただもんね、ああやっぱ彼なんかで、ね、やっぱ3番、うん、5番とかね、軸、うんうん、になる、今は外国人を打ってるけど、はいはい、やっぱやってないと打線のこうね、つながりがなくなってしまうんでね、そうか、そうですね、そういうではやっぱりちょっと心配というかね、うん、大変なところは結構ありますよね、不安材料ね、こっちから見ると途中で秋山を取った時はね、こうおーいい補強したなと思ってね、そうそう、だから秋山が、うんうん、まあきっちり、まあ、例えばね来年ならば秋山がきっちり3番なら3番とか固定されて、で4番が外国人で、その両サイドにね、そういう例えば坂倉とか西川とか、あれがいると結構そうもあってるし、ピンチヒッター松山まだ頑張ってほしいしね、うん、秋山はでも多分期待ほどは活躍できなかった、うん、ね、ね、なんかなんとか打法とかいうのがあるの、アメリカの流行りのなんかこうやって打つ打法があるの、あちょっとバレルゾーンに入れる縦割りみたいな、なんていうのあれ、昨日初めて聞いたんだけどねなんかこう叩くんかなと思ったら、こう上から下に叩くんかみたいな、下からなんか上にこうやってくるっていう、あ そういう打法があるんですか、あるみたいで、それをなんか秋山が取り入れて、あんまりちょっと結果が出てないような話っていう話も、あでもジャッジの打ち方とか見たら絶対こうなりますね、そうみんなこうやる、こうやってそれをね、なんかまあ真似する人がある、だから結局今言うようにね、うん、アメリカ帰ってきたら、例えば日本に帰ってきたら福留とか西岡とかね、うんうんうん、で岩村とかね、うん、もう大体そのアメリカ流に合わせてまた日本流に合わせるような形で、そこにギャップが出て、一郎全く変えないような続けたりとか、筋力アップにしても、だからその辺でやっぱり多少の進化変化はしてるけど、帰ってきた時の大変さ、うん、だから秋山とそれに当てはまるのが怖いね、我々は。まあでも青木もね戻ってきて、青木はずっと良かったね、青木はその点あんまりギャップがないね、うん、ないね、だからおそらくアメリカでパワーアップというよりはミート率を高めたり、うんうん、その対応能力だけで来てるから、また日本に帰ったらね、うん
できたのかなという気はするよね。そうですね、うん、あと気になるのはね、僕巨人、まあ、原監督、ね、まあ、長期政権でやってるんだけども、3年契約、また去年、今年か3年契約したばっかりの、あと2年目でしょ、はい、今回18年やったのかな、トータルで、で2回目の B クラスかな、そうですね、5年ぶりですね、2回目かなんかぐらいですよ、まあ、そんな、まあ、ほとんど A クラスですからね、だからそういうのを、まあ、監督はどういうふうに感じてるのかな。いや、かなりやっぱりプライド含めて実績で、彼自身 の, その今までのね、こう振り返ってみて、今年は特に反省材料が多かったと思うしね、うん、でやっぱり一番怖いのは選手のこうムード、やっぱりベテランが多いだけに、その怪我なく、そして気持ちを切らさないという部分において、またちょっと仕事が増えたかなと、うん、あ、まあだから、そ、あの、自分から辞めるいうことはないね、うん、ないね、これはもう上昇チームだから勝たねかんというチームだから、ああ、じゃあより何かまた補強をするのかな、補強を含めて、あ、筒香ですか、筒香ね、昔はなんかよく例えてドライバー、ゴルフのドライバーばっかり揃ったんだけどね、うん、あの一時期は ね、4番ばっかり集めた時期ありましたけどね、まあ、脅威ではあるけど、やっぱり勝つというなるとちょっとね、うんうん、ピッチャーでしょうね、そう、確かにね、確かにこの軸になるピッチャーが、まあ戸郷がね、頑張って、そうそうそう、1人になっちゃったんですよね、菅野が給料分働いてる方、ちょっとクエスチョンつく、ね、いや、菅野がもうちょっと ね、うん、あの本当の柱になれなかったっていう ね、ここが一番きつかったですよね、うん、あとは気になるチームありますか、これ、まあ、あの監督が抜ける抜けない別にして、このチームちょっと気になるなっていう、僕はね、立浪監督に期待してるんですよ、あ、中日、まあ、去年ね、赤田市でやっぱりさっきも言うように見てみたいというのがあったし、うん、戦力把握、選手能力把握、はい、それの時間かかって、はい、でやっぱり人間だからこっちも気持ちも大事でしょ、だからそん な生ぬるい考え方ダメだというような選手もたくさんいたみたいだし、はいはい、で同時にその辺の教育の し直しで、あと戦力をこう上げていく、で個人にその使う選手、看板生え抜きの、ね、うん、選手を育てるという仕事がたくさんあった1年だと思うんですよね。僕はまあこれは本当か嘘かは知らないんだけども、2軍の選手が、うん、まあ、あの2軍の某コーチに、まあ、ちょっとこう手を出されたと、うん、ね、そしたら選手の方が終わりですよもうって言ったそうだよ、あ、もう終わりましたねって言ったんだって、あ、こんな関係って寂しいなと思った、まさにその通り、うん、こんなことあるんだ、だからね、うん、やっぱりね、時代があって、そういうね、うん、例えば今選手が訴えれる時代になってるってことですよね。手出しちゃいけないんですけど、うん、それを逆、ね、逆手に取った、そうそうそうなる、ね、ちょっとね、反抗的な態度というかね、うん、だからやるならやってみろ、そういう感じなんだって、ね、そういう感じに、うん、それでまあ逆に言うと我慢する人の方が少ないかもしれないよ。いや、我慢できないでしょ、ね、まあ、お母さんだったら若い、誰も見てないところに連れてかれてやられますよ。そうするとだって証明する人がいないんですから、1対1だと、1対1で分かんないところでやっちゃえば、誰もあの証明する人がいない、またこういうの炎上するじゃないか、あれはそういうの言ってるだけだ、いや、だったらあのみんなが見てまで言ったら殴ったりよっていう感じになるしね、だから裏で行くとやっぱり殴られたとかね、殴ってないで言うていい、そうじゃないですか、いや、だって俺でも経験があるのは、殴ったんじゃなくてね、あのこいつをうまくしたいからって練習しよう言うてね、もう疲れ果てた後に練習しようって言ったらね、パッとこうして見てね、怪我したらどうするんですか、責任取ってくれるんですかって言われたら、ああ、やっぱりそうですよ、言うんだね、そういうの中にたまに、時代の時代でもね、なるほど、難しいですね、できるぐらい腹が本当はあるわけよ、あるんだね、だからそういう選手はね、どっちかやね、もう極端だと伸びるかも、うん、きれいに消えていくか、どっちか、そうね、うん、根本はもう考え方が違う、いや、これ本当にトップ あの監督がどう見るかでも全然使わないこともあるよね、そうもう こんなこと言うやつは無理だと、うん、いうふうに思われたら使ってくれないし、そうそう、野球の場合は力イコール運って言うでしょ、その運を全部自分で消してるわけ、うん、もう次の監督に変わるまで耐えきれるかどうかっていう、こうなったら面白くないですよね、ないよね、でもあれ聞いた時はね、もうちょっとがっかりした、まあね、うん、だからまあ
コーチの対応というのもね、やっぱりより一層愛情を持って、あの厳しいんだけどやるぞという、常にそういうコミュニケーションを取ってないと、ね、まあ、中村武さんなんかどうなるんですかね、今のやつが。こんな毎日殴られてる。顔がこんな。いや、あれはすごかった。俺はあの時、野村健次郎とかね、尾形とかね、のちょうど世代で、俺も教えてるんで、グラウンドで練習してる時、競争のようにね、トロントロにして、それこそ、いつ手が出てくるかぐらいのね、もう試合前よ、それも。だから、ユニも真っ黒になって当たり前の時代があったんですね。ホームベースから外野の方まで、あともうフェンスつくぐらいまでずっとこうやって見えちゃって、もう俺ちょっとね、でも岸は強かったね。いや、体強いね、体が強い。あれはやっぱり耐えられないよね、普通。いや、普通は耐えない。それとハートも耐えられないわ。もうだからね、キャッチャーは殴られると思ったらマスク取ったらダメですよ。そのままにしてから目はその全部つけてね、フルソールつけてもらえと殴るようになってくるんですよ。ね、やっぱりそういう時代もあったんですけどね。それはいいとは言わないんだけど、でもその逆がこんなことがあるんだなって、ね、ちょっと寂しいです、ね、ちょっと寂しくてね、まあ、だからその辺でね、うん、あのコーチもあのそういうのはいるけど、またそれを自分のあるみたいな反省の、ね、うんうん、糧にして、そうですね、接することも考えないかのがプロのコーチになるから、はい、まあまあどっちでも立浪監督はね、うん、かなりあの苦しい状況の中で、うん、どういうふうにこう出てくるかというかね、まあ、でもね、僕が思うのはあの浮上する、まあ、一つ大きなポイントは投手陣ですよ。だから投手陣はもう持ってるんでね、だから補強はあの打つ方だから、これはなんとかなると思うのね。投手陣はね、一気にできないよ、なかなか。うん、1年でね、じゃあガラッと投手陣よくできるかって言うとできない。投手陣の方があの登録上でいうと人数が多いじゃない。もう35、6人いるんじゃないの、ね、人で野手が30人ぐらいでもいけるとか ね、だから1年間にね、あのフルに使った27、8年登録入れ替わったりするじゃない。そうそうそう、やっぱりそれはピッチャーが、うん、もドラゴンズはピッチャーいるからね、うん、そういう意味でちょっと楽しみはあるんですよ、ね、来季に向けてね、うん、DeNA は来年勝負でしょうね、来年勝負で。ね、俺は感じるのは、うん、DeNA が三浦監督でピッチャーを上げていて、ね、うん、あ、補助口してるし、うん、で石井拓郎コーチはやっぱり優秀なコーチですね。でしょ、うん、優秀です。鈴木もね、戻ってきましたからね。そう、はい、だからその面であのどっちかというと諦めやすいとかちょっと緩みやすい球団体質があった中で、うん、彼は結構厳しいところあるんで、ね、そこうまくその、うん、緩まずに最後までっていうのが今年の結果に。そうだね、だから練習量も多分多かったと思うんだけど、うん、そうすることによって数字がついてきたから、うん、みんな頑張ってやれるっていうね、はいはい、だカープの時も若手伸びたからね、拓郎コーチでね、あれ今の左の西川、うん、あのマンツーマンでよくやってたから、ね、うん、まあたまたまだけどそういう、ね、伸びた選手もね。だから僕は拓郎君とはよく話したの、うん、お前いいコーチだね、あの若い選手がものすごくいい伸び方してる、うん、見るところが、僕ら見るところがすごく良くなってる、うん、これはやっぱりあの拓郎の教え方がいいと思うよって話した、謙遜はしてましたけど、うん、でその後、ヤクルト行ったんかな、ヤクルト行った、そこでも若手頑張って伸びた。でジャイアンツ、ジャイアンツはちょっと監督と合わなくて3軍とか2軍と行かされて、で今横浜にいるんだけど、彼がやっぱり行くとこはみんな若手が伸びていってるんですよ。そうですね、うん、だからそれはね、あの他球団もちょっと参考にしてもらいたいのね、うん、あの辺のコーチをおろそかにしちゃいけないってこと。確かにね、うん、結構ね、あのボソッとした見え、一瞬最初僕が初めて喋りで思ったけど、意外と気さくに面白い喋りできるしね、うんうん、だからやっぱり情熱とやっぱり人間性も含めて、うん、やっぱりそういういろんな引き出しを持ったと、そういう感じしますね。そういうことなんですよね。これだけ褒めたら拓郎聞いとけよ、ね、いやだから僕そういう意味では北川とあの新井亮太の2人コーチは、あの2人にとってもねちょっとね、あの辛かったろうなと思う。僕はもう少しあの年は関係ないんだけど、あの引き出しを持ったコーチ1人置いて、その人を見ながら勉強するっていうね、うん、ことができたら彼らはもっともっとねいいコーチになる可能性があると思ったんだけど、今岡が打撃に入る、入る、ね、ああだから彼がどんな、彼もちょっとあの理論的にはちょっとどうなんだろう、難しいかもしれない理論がね、はいはい、
だからそこをどういうふうに、まあ、みんなやっていくのかなっていう気はしますけどね、うん、やっぱりチームとしてはコーチを教えれるコーチというか、そう見習えるコーチ、ね、そうなの、やっぱ勉強できるねぐらいのコーチをやっぱり置けるかどうか、そうするとどん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 もう年々良くなっていくんですよね、うん、いろんなアレンジが含まれて入ってるんですね。そうです、そうです。あそこをあの友達だからじゃあ使ってあげようかとか言ってやっていくともう難しくなる。確かに難しくなる。ね、まあ、こんなところですかね、はい、はい、ありがとうございました。